い、どうもこんにちは、寺井です。今回はメルカリ物販をお勧めしない5つの理由というタイトルでお話しさせていただけたらなというふうに思います。このメルカリね、皆さんもね、使われたことある方多いかなというふうに思うんですけれども、物を売り買いするようなプラットフォームですよね。僕自身も使ったことももちろんあって、自分自身の不要品をそこで出品して誰かに売ったりとか、あるいは自分が欲しい商品を誰かがいらなくなったもの、あるいは業者さんで売ってるようなものもメルカリにはありますので、そういった中で購入させていただいたりとか、そういった経験はもちろんあったりします。一方でこういったね、副業というねことがね、最近では多く言われているような状況の中で、こういった会社員の方の副業だったりとか、主婦の方の副業、あるいは学生さんなんかもね、こういったね副業に手を出していくような、そんな時代でもあるかなというふうに今は思うんですけれども、そんな中でやっぱ身近な存在であるメルカリでね、なんか物を売ってみようというふうに考えられる方っていうのもね、結構多いんじゃないかなというふうに思います。ただそんな中で僕自身ね、こういった物販も含めいろんなねビジネスっていうのに手を出してやってきた経験があるんですけれども、メルカリ物販おすすめできないというふうに僕が思う5つの理由がありますので、今回そちらをシェアさせていただけたらなというふうに思います。改めまして、寺井大樹と申します。僕自身はバイマ物販という形でハイブランドの物販っていうのを日々やっておりましてですね、バイマのスクールの運営もしております。そんな中で法人2社経営しており、サプリメントの製造だったりとか、アパレルだったりとか、あるいはこのバイマのスクールの運営だったりとか、バイマの物販、こういったことを普段からやらせていただいております。その中で僕自身は会社員の頃からね、いろんなビジネスに関わってきたというか、いろんなビジネスに手を出してきたというような過去もありまして、そんな中から言える経験談も含めて、あるいはねこういった物販といっても、こういったメルカリの物販もあるし、バイマの物販もあるし、アマゾンセドリとかあったりとか、楽天のポイントセドリとか、いろんなこういったね物販っていう業態があったりするんですけども、この業界にいるといろんなね経験者のお話っていうのもね、僕のスクールの中でも聞くことが多くあります。そんなね僕自身の実体験も含めて、いろんな声も含めて今回お話しさせていただきますので、僕がメルカリ物販をおすすめできない5つの理由というところでお聞きいただけたらなというふうに思います。ではね、早速お話しさせていただけたらと思うんですけれども、メルカリ物販をおすすめしない理由、1つ目としましてはですね、薄利多売になっていく傾向があるということになります。これどういうことかっていうと、薄利多売っていうのはもちろんね、皆さんもご存知かなと思うんですけれども、一つの商品単価っていうのは小さいけれども、たくさんの数売って利益を上げていくというような手法になっていきます。メルカリはね、どんなカテゴリーを扱ったとしても、こういった薄利多売の傾向になっていきます。理由としては、こういったハイブランドを買うっていうお客さんの層がメルカリにはあまりいないというところだったりとか、このメルカリのこの消費者がやっぱ安く買っていこうっていうようなところがあるからですね、高い商品が売れにくいというプラットフォームだということが言えます。そういった中でね、薄利多売になっていくとね、めちゃめちゃやっぱきついんですよね。それこそこういった主婦の副業だったりとか、会社員の副業というところで、このメルカリだったりとか、こういった物販、あるいはいろんな副業チャレンジしてる方、していく方多いかなと思うんですけれども、本業があって限られた時間の中でこういった副業っていうのはやっていくわけですよね。例えば1日3時間しかない、4時間しかない、それを副業に当てられることは素晴らしいことかなと思うんですけども、その中でそういった本業だったりとか普段の生活があるのに、1回あたり例えば利益500円とかで、何回も作業していて、それこそ1ヶ月で5万円稼ぐのに500回自分で検品梱包して発送しなきゃいけないとかっていうことになっていくと、非常にこの精神的にも、この物理的にも、身体的にもですね、かなり疲弊してしまうんですよね。そういったビジネスモデルっていうのは、本来あまり良くはなくてですね、やっぱり1回の商品単価っていうのをどれだけ上げていくことができるか、自分の時給をいかに上げていくことができるかっていうところがね、非常に重要かなというふうに思いますので、こういったメルカリっていうのは、こういったお客様の性質上ってところが一番大きいのかなというふうに思うんですけれども、1点目この薄利多売というところですね。2点目なんですけれども、家が在庫まみれになってしまうというところになります。僕ね、千葉の田舎の薬局に勤めていましてですね、以前はそういった中でね、レオパレスのね、めちゃめちゃ狭い部屋に住んでたんですけど、その時メルカリとかもやってて、めちゃめちゃ家がもう在庫だらけでしたね。もちろんね、メルカリっていうのはこの有在庫、すなわちこういった在庫を仕入れて、売れるだろうっていう商品を仕入れて販売していくわけなんですけども、その中でね、自分の在庫の山がもう家にもうめちゃめちゃできちゃうんですよね。そんなね、狭い家に住まれてる方ばかりじゃないかなと思うんですけども、足の踏み場がなくなっちゃうみたいな、そんなことに陥れることが多々あります。というか、ほとんどの方ね、メルカリやられてる方ね、体験されてるかなというふうに思います。自分の生活居住スペースがなくなってしまう、自分の生活空間が侵されてしまうというところだと、これって結構ねストレスなんですよね。でも売れたと思ったら、もちろんやっぱね、たくさんこの薄利多売というところでさばいていかなきゃいけないので、また仕入れていくっていう中では、在庫をはけてもまたその仕入れをしていくので、そういった生活空間のこのデッドスペースみたいなのが必ず生まれちゃうので、この問題っていうのは解決は基本的にはしていかないというところになります。2つ目としては、家が在庫まみれになっちゃうというところになります。
3つ目としては商品が売れなかったら赤字になる在庫リスクがあるということになります。もちろんね、こういった適切な目利きに基づいて仕入れることができて、それが売れていけばいいですよね。ただメルカリっていうのはこういった無在庫による運営っていうのは、禁止されていてですね、すなわちこういったカタログみたいな形で商品ページだけ出しておいて、それが受注が入ったら買い付けてその後売っていくみたいな、こういったことがね禁止されているんですよね。こうやってバレなきゃいいんでしょうって思う方もいるかなと思うんですけども、そもそもねそういう考えがダメかなというふうに思うのと、バレることっていうのも結構多くてですね、例えば自分が想定してたその仕入れ先っていうのが、在庫がある状態の時にはもちろん出品してって、こういった無在庫っていう形でカタログ出していくと思うんですけれども、このお客様から受注が入りました、じゃあその仕入れ先目星つけたところは仕入れようと思ったら、それタイミング悪く仕入れ先がなくなってしまっていた、こういうところで取引できなかったりとか、あるいは仕入れ先のこのインターネット上でのこの表示の状況っていうのが最新版に反映されていなくて、そもそも出品する時も在庫が切れている状態だったとか、そういったことでですね、取引できなかった、なんで取引できないの、在庫あるわけでしょっていうところに運営からお伺いが立って、その理由としてこの無在庫でやってることがバレるみたいな、そういったことっていうのはあるんですよね。よってね、こういった無在庫でやっていくことっていうのは、もちろんしちゃいけないというところと、バレるということですね。なのでもちろんこういった有在庫でやっていくしかないんですけども、それが目利きをもしもミスって売れるだろうというふうに思って仕入れた商品が売れずに家にストックされていってしまう、そしてそれが在庫の山になってしまう、それはもういつまでも履けることはなくて、この赤字負債という形でも残ってしまうみたいな、そういったリスクがあります。こちらが3つ目の理由になります。売れなかったら赤字になる、この在庫リスクというのがメルカリには存在するからという形になります。で、4つ目の理由としては、このメルカリライバルめっちゃ多いというところがありますね。このメルカリってやっぱ有名ですよね。皆さんもね、この例えばメルカリを今からやっていこうというふうに思われる方に関しては、やっぱりこのメルカリってとか身近にあるからっていうところの理由が大きいかなというふうに思うんですよね。ただそういうふうに思って始めていく方っていうのはたくさんいますし、メルカリっていうのはやっぱりこういった僕が今普段やってるバイマみたいな感じで、運営からの新規このショップとしての参入のハードルっていうのはめちゃめちゃ低いので、誰でも気軽に始められちゃったりするんですよね。そういった中で自分がこれ売れるかなというふうに思って仕入れた商品だったりしても、参入者が多いので仕入れ先っていうのは被っているってケースが多くなっていたりとか、あるいは先ほどもねちらっとお話出ましたけども、こういった業者っていうのがねメルカリにも参入しているっていう中で、やっぱ適切なノウハウをねしっかりと体得してやっていく人たちには、やっぱりこのメルカリ、この気軽にやっていくっていう人たちは勝てないのかなというふうに思います。もちろんね、こういった適切なノウハウというところでメルカリのこの物販のスクールに入ったりとか、教材を買ってやっていって稼げるようになる方っていうのはもちろんいらっしゃるかなというふうに思うんですけれども、それだとしてももっとねこういったブルーオーシャンというか、まだこの顧客のニーズが多くて需要が全然まだ追いついていないみたいな、そういった市場でビジネスをやった方がいいよねっていうことは言えると思いますし、そういったフィールドっていうのは多くありますので、わざわざこういったね身近だからっていう理由でメルカリに参入していく理由っていうのはほとんどないんじゃないかなというふうに思います。4つ目としては、これはこのメルカリが身近なゆえに、この有名だがゆえにっていうところになるかなと思うんですけども、ライバルが多いというところになります。最後5つ目になるんですけども、トラブルが多いということになりますね。これね、もちろんこの僕のバイマ物販でもトラブルがないかって言ったらもちろんあるんですし、事例っていうのもね、お客さんもねこの取引の数だけあったりするんですけれども、このねメルカリをねよく利用されている方とかであったら、ちょっと非常にね失礼で申し訳ない話になってしまうかもしれないんですけども、このメルカリを利用する人たち、ユーザーの民度っていうのはやっぱ相対的に低いんじゃないかなというところが言えると思います。これどういうことかっていうと、値下げ交渉だったりとか、あるいは高額商品であまり取引されてないですよねっていうふうに申し上げたんですけど、取引されてることにはされてるんですよね。でもこういった高額商品とか取引すると特になんですが、すり替えだったりとか、わざと傷をつけてクレーム入れるだったりとか、こういったものがね相対的に多くメルカリではあります。これはもうね事実ベースの話なので、言わせていただいたところではあるんですけれども、例えばこういったね商品のすり替えとかであったら本当にもう大損失だったりしますよね。例えばこういったバッグとかを送って、これやっぱ返品しますみたいな感じで自分が用意してた偽物ですり替えて返品するみたいな、こういうことだったりとか、で帰ってきたらもう全然違うじゃんみたいなね、とかあとは値下げ交渉もね、もうこれ必ずと言っていいほどしてきますよね。もう500円下げてくれとか100円下げてくれとか、そういったところで交渉してくるのも本当めんどくさいんですよね。それも別にそんなに変わんないだろうみたいな、そんな風に思ったりも僕はするんですけども、そういったところもね関連するかなと思うんですけども、ちょっとお客様の質が低いという中ではすり替えも含めてこういったトラブルが起きやすいというところが言えますし、実際に起こっているというところになります。こちら知っておいていただけたらいいのかなという風に思います。
以上になります。僕がメルカリをおすすめしない5つの理由というところでお話しさせていただきました。もう本当今回ね、まあこのアンチマーケティングみたいな感じになっちゃうかもしれないんですけども、このアンチマーケティングっていうのはなんか他のノウハウだったりとかをディスって、でそれで注目を集めて自分に興味を引かせるみたいなね、そういったなんかマーケティングの手法だったりするんですけど、まあそういう風になんかなっちゃったかもしれないんですけども、まあ、実際に本当にトラブルっていうのは多いですし、こういったね今お話した事例っていうのは事実としてありますので、まあ本当メルカリ今から始められる皆さんっていうのは、まあ、本当ね今のことをまあ肝に銘じてね始めていく必要はあるのかなというふうに思います。そしてね、まあ、僕のおすすめは何かというと、やっぱバイマ無在庫転売というところになります。まあ、これね僕自身がね、まあこの会社員時代から始めたビジネスで今もやってるこういったハイブランドの物販なんですけども、こういったブランド品扱うっていう中では高値売りをしていくことができますし、まあ、一撃10万とか、ね、20万とか超えるようなものができますし、そしてねそれをね無在庫でやっていいというところ、バイマの事務局が公式的に認めているんですよね。だから自分自身はカタログを出品していって、それに対して受注を得たらその瞬間から買い付けて検品コンボ発送していくみたいな、そんな流れになります。なのでなんで無在庫でやってるんですかとか絶対言われないんですね。なぜならこの公式は認めているので。高値売りというところでね、主婦の方、会社員の方、学生の方含め限りある自分の時間というね本業以外のリソースを効率的にね使って稼いでいくことができるし、あとはね無在庫というところでリスクも少ないというところでおすすめになります。このハイブランド扱うとこういったすり替えとかないのっていうところもね、一連のお話を今まで聞いて思われた方もいらっしゃるかなというふうに思うんですけれども、これはもう基本的にはないです。理由としてはこのバイマにこういったレシート提出をしていくという中で、まずこのバイマっていうのはこのショッパーに対するねサポートっていうのは非常に手厚いからというところになります。具体的にはこの受注が入ったらお客様はまあ返品とかもできないんですよね、基本的には。そして本物の証明のために自分がレシートをしっかり提出することができれば、仕入れ先からのこれはまあ本物というふうに基本的にはまあ認められて、この売り上げっていうのは入っていきます。あとはお客様のね質というところなんですけども、バイマっていうのはまあ非常に多くのブランドが出品されているんですけども、こういったプチプラだったりとかミドルブランドだったりとか、あるいはこういったハイブランドだったりとか、だけどこのハイブランドっていうのが、まあ、一番この売上高を上げているようなプラットフォームになるんですよね。バイマっていうのはこのハイブランドを買われることが多い、経済的にある程度余裕がある方っていうのが利用されるようなプラットフォームなんですよね。よってこういったね値下げ交渉だったりとかもしてこないし、すり替えっていうのも仕組み上基本的にはできないし、まあ、何より面白いのはね、自分たちが値上げ交渉してもレアリティとかももちろんこういった価値とかもしっかり伝える必要はあるんですけども、成功していくみたいな、こういった事例もあるぐらいです。なのでね、こういったバイマっていうところとメルカリっていうところはかなりねお客様のね毛並みっていうのも違うようなプラットフォームになりますので、ぜひ知っておいていただけたらというところとともにですね、メルカリっていうのがちょっと副業としていいんじゃないかというふうに思われた方は、まあ、こういったね今回の動画をきっかけに、このバイマっていうところもね、ちょっと僕の過去の動画バイマの稼ぎ方いろいろ発信してますので見ていただいてですね、自分の、ね、今から始めていくビジネスにねついてちょっと比較して吟味考えていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。動画の方以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。動画のコメント欄ではですね、今回の動画の感想だったりとか、あるいはこんな動画やってほしいよみたいな、そんなリクエストもお待ちしております。最後になりますけども、この動画が役に立ったと思われた方はいいねボタンと、ぜひねこの機会にチャンネル登録と、あとはね普段こういったバイマのね稼ぎ方について発信しておりますけれども、その稼ぎ方についてちょっと見逃したくないという方は通知が届くベルマークボタン、こちらを押しといていただけたら嬉しく思います。改めまして最後までご視聴いただきありがとうございました。本日はこちらで失礼させていただきます。